化け物はひょうたん。昔昔あるところになんとか臆病だあんにゃいであったのさ。おっかのがりでおっかのがりで一人でどっこもいんげにゃんであったでんが、真っ黒なとは一人で便所もいんげねんもんだすけ、かがさつうでいって食いねばにゃんだと。これ毎日残ったすけね、かがさも困ったしもで、これはなんとかしねばねえなって考えてやったと。ある晩で、あーねあーねしょんぺんで春がはよつうできてくれっちゃってて、まだかがさばおごしたと。かがさ今日こそはと思で、あんやしょっぺんしてるとき後ろからひょうたんでけっつばテロって泣いててくったのさ。キャーバゲモネハタあんや頭まけて腰ぬがしとでしもだと。あいや、あんにゃさまだバーゲモンなんて怖いんす。ひょうたんの言葉言わんだがねんす。ってひょうたんばあんにゃに見せたてんが。そうやんが。バーゲモンでばひょうたんのこったんが。なんだっててね。せいがらでんのあんにゃ、なってもおっかの柄ので、人ってなんでもできるし、どっこでも一人でいんげるようになったてんが。ああ、まずいがったと思てねし。加賀さんも一安心したとさ。それからしばらく経ってある時山の方にポコーポコって火の玉みじゃん出はるようになったでんが、ポコーポコーってね、山の方に化け物出はるって噂立って、村の諸派みんながおっかのがってね、どうしょどうしょって心配したと。あーねあーね、バーゲモンでばひょうたんのこったろ、なんてもおっかのねって、俺行って退治してくるわ。そう言うだと。加賀さんも今さらんだおっかねどけいんがへんすなんても言わんねし、しょうねと思てだったと。ある晩でまだ山に火の玉出はったと。あんにゃしたくしてくわたんげてその火の玉追っかけていったと。山道どんどんと走ってってね、そうして曲がりくねったとこいんぐと、ほーっとその青白い火の玉は山肌の岩の割れ目にスーッと消えたとさ。ひょうたんのやることはこんだけむぐりやんがってよーすわかった。あんにゃはまだ朝げになってから掘ることにして一旦うちに蹴ったと。朝げになっておぎるかはよまたくわたんげて山出かけてったと。そうしてペッて手につばつけてくわでどんどん掘ってったと。どん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 掘ってったとばカツッてなんだてらカーデの肉つかったで。そうして今度はそろそろと掘っていったでばおっきな亀で張ってきたでんか。その中に小判どっさり減ってたったと。上や小判世の中に出張りとなって火の玉になってみんなに知らせたんで雨がなあ。あんにゃその小判入った亀かんってうじに帰ってきたと。あんねはよ見てくれ、バーゲモンデバのひょうたんでのうでほら小判だったぜ。かがさそれ見てぶったまげて腰脱がしたとさ。はい、いっつが昔つっさげた。おしまい。すごい。これも面白い話だよね。